どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、お知らせです。2024年の第1回目の G ラボウクレレたちの販売と予約期間がいよいよスタートします。はい。いつから始まるかというと、はい、こちらです。1月20日土曜日のお昼ちょうど正午より、スタートになります。はい、いつものようにですね、いつも使っているこのブラックビューティーモデル、G ラボブラックビューティーモデル、はい、ガズモデル、あ、ちょいいよね、これ、いつも、もうめちゃめちゃ、これ、ガズレレレッスン動画でいつもこの音ね、チェックしてくださってると思いますけどね、他にもいっぱいあります。はい、これ見てください。旅レレ、これは予約になりますけど、はい、旅レレ、厚さ2センチですよ、ほぼ。これはやばいです。これも大ヒット。よく大きい音が出るんですよ、これも結構。はい、これもそうだし、これヴィンテージシリーズ。渋いんですよ、これヴィンテージ。これもラインナップに加わっております。そして、薄レレ。はい、これはソプラノサイズですけどね、薄レレ。これがまあガズレレ G ラボではね、結構皆さん定番のものでございます。こんなラインナッププラス、エレクトリックウクレレ G ソリッド。はい、こっちは GJ モデルですけど、こっちの V モデルもですね、ご予約いただけるということになっております。まあ、このラインナッププラスですね、セミオーダーが結構いいんですよ、皆さん。あんまりちょっと最近、セミオーダーを特集してないけど、セミオーダーができるんですよ。どんなもん、世界で1本のオーダーができるということで、なかなかね、このセミオーダーもね、すごいいいんですよ。これもおすすめしたいんですけど、まあ、G ラボのウクレレの特徴はですね、この、まあ、ソプラノサイズだったり、このコンサートサイズだったりとか、まあ、あるんですけど、これね、ピックアップをつけられるとつけられないとか、このフレットを見てもらうと、このフレットがね、今これ12フレットモデルですけど、15フレットとか16フレットモデルとか、もうそのモデルによってですね、皆さんのお好みのプレイスタイルによって、自分でね、選択できるんですよ。選べるの。これがすごくね、G ラボのならではの特徴なんですけど、その選び方ってでも分かんないなという方いるかもしれないし、あとそのオーダーね、セミオーダーウクレレ、さっき言ったこのオーダーシリーズですけど、この辺のこともちょっと分かんないという方、この後、この時間からですね、ガズさんが過去に撮ったこのウクレレの選び方とか解説している動画を貼っときますんで、ぜひこの時間までちょっと早送りして見てもらいたいんですけれどもですね。で、なんか分かんないことあったら G ラボスタッフがですね、親切丁寧にご相談なり、質問に答えてまいりますので、質問してください。質問先はちょっとこの概要欄にも貼っとくけど、まあ、そこでなんかいろいろウクレレに関して質問とかどうしたらいいかわかんないっていう方は相談もできますよということになっております。はい。ぜひ皆さん、明日ですね、だから1月20日土曜日の正午、今年初めての、ガズレレ G ラボの、販売期間に突入ということなんで、ぜひ公式ホームページ、もちろん概要欄にそのね、案内のページ載っけときますけれどもですね、はい。ぜひ、よろしくお願いします。そして、あとこれ忘れてた、ガズが今見せた、このいろんなラインナップのウクレレの、音、みんな聞き比べたいでしょ。ガズが、それぞれのやつを弾いているの、ものすごい分かりやすいね、音のチェックができる動画をですね、概要欄に貼っときます。それも見てくださいね。ということで、明日の正午から、販売予約スタートになりますんで、皆さんチェックの方よろしくお願いします。じゃあ、選び方の動画、この後シェアします。よろしくお願いします。これかなり選べる設定になってるんですよ。それで、まずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとか、そういうものっていうのは、ガズレレ公式ホームページの下の方にですね、このバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと、詳しくそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、それぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですね、ちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初に、この初めてウクレレというウクレレについては、フレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです。で、唯一、大きさだけ、これはソプラノサイズですけど、コンサートサイズがありますね。それと、販売の時に、Amazon とかでもこれ、まあ、販売できるようになってるんですけど、チューナー付きのセットみたいなのも Amazon ではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。で、それ以外の G ラボの、わがままウクレレとか、初めてウクレレとか、いろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですね、サイズの違いですね。はい。これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど、大きさ違うでしょ。はい。コンサートサイズ、間違えた。ソプラノサイズ、コンサートサイズで、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ね、ガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調を選べるようになってて、すべてのモデルではないんですけど、一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見させてもらってるのは、これ薄レレといって相当薄いでしょ。ちなみにですね、ここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ。これサンプルだったんですけど、見てください。こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね、皆さんのこのモデル、選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですね、このピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといって、これ穴があって、ここにね、コードを挿してアンプにつなげられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうか、こうケーブルにつないでアンプで、PA 音響に、通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね、皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものがあるんですね。まあ、ほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください。普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね、10、11、12フレット。12フレットのモデルなんですね。そうするとここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片や、ちょっとこれ限定モデルでこの販売はないんですけど、10周年記念モデルなんですけど、これ見てください。フレットがここまであるでしょ。フレットの、これ、見てもらうと、フレットが、わかる？ギリギリまでフレットがあるのと、ね、ほら、全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはね、もっとあるんですよ。何フレットまであるかというと、10、11、12、13、14、15、16フレットまであります。はい。これ何が違うかというと、まあ、高音の方が弾けるわけですね。こういうふうに。はい、ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方を選ぶといいと思います。まあ、ガズはですね、基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、ここのね、木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね。プレイスタイルによって選べると。ざっくりですけど、モデルによってね、ちょっといろいろ細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと、概要欄に貼ってあるウクレレのね、詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんですよ。ここに行ってもらうと、そのモデル、例えば、ガズモデルだったり、ブラックビューティーをクリックすると、選ぶ、こう、プルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね。はい、そんな風になってます。あとね、セミオーダー、G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですね、かなり自由度高く選べるようになってます。そして、私わかんないな、とか、どういうのがあるんだろう、わかんないという風に思う方、スタッフがですね、相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんな、お問い合わせ、プレイスタイルとか相談してスタッフが、皆さんに助言をする、ことができると思いますんで、まあまあ、知らない、ね、選べるって言っても、どんなのかわかんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽に、相談していただければというふうに思います。Gオーダーはですね、もう本当、ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあさっきも言ったように、ガズレレ公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレレ G ラボのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい。そんな感じで選べる喜びがあるのがね、この G ラボウクレレの素晴らしいところで。でも一個だけ、間違いないウクレレですから、もう最高のウクレレ。音がもう弾きやすさ。原稿の低さとこのプレイビリティの高さですね。めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね、良さはもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ。この薄さなのにこの鳴り。もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあ、さらにふっくらした音が鳴るとか、まあ、いつもですね、ガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを弾いていただけてると思うんですけども、本当にね、いい音です。よーくなります。そして育てていくウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、いや、買った時よりもどんどん良くなってくるんですよ。いろんなこと、音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんかこうやっぱりね、優しみが出てくるっていうか、そんなハンドメイドウクレレです。これ本当に1本ずつね、1本ずつ手が込んでる、もうすごいんですから、ぜひ皆さんね、これチェックしてもらいたいです。